ヒロさん。はい。2012年。うん。なったね。なった。いいよ。嬉しいね。何それ。まあ、まあね。うん。うん。うん、なんか、こう、年をこう開けるっていうのが、うん、新しいこうスタート。まあ、そうだよね。心機一転というか、うん、また一からね、うん、ちょっと気を引き締めてやっていかなきゃいけないなーなんて思うの、うん、思わないでしょ。責めるね。思わない。思うよ。あ、そうなの。うん、うーん、ケータも、うん、思うよ。思う。あ、じゃあどういうところを気引き締めていかないとダメだなって思う。やっぱり一緒にこう住んでるから、うん、洗濯はしようかな。いや、いいよ、もう別に。いや、洗濯はするよ。それはいいよ。どうせしねえし。じゃあ、しない方がもう、やる気ないでしょ、やっぱり。一回ぐらい来いよ。一回ぐらい来いよ。一回ぐらい。するよ。もういいよ。ケイタから返信来た？何の？メールの。あ、来てない。でもそこいパンの舞台を見に行って、うん、まあ、千秋楽を終わった時に、うん、その後にまあスペシャルサンキューのリハーサルに、ね、うん、みっちり、うん、そっからね、しっかり練習しなきゃいけなかったんで、うん、終わった時にね、一応すごい頑張ったなと思って僕はメールケータに送ったんですけど、そう、すごいね、グッとくる内容だった。本当に。なのに、なのにパタッと携帯あ、そうなの。でもこう、まあでもそ次の日にありがとうと言われたんですけど、そう、だからすごいその時はでもちゃんと気持ち込めてた。そのありがとう、ありがとうに、なんかメールってなんかやっぱ照れくさいやメールの方が照れくさくないでしょ。言う方が照れくさ、照れくさいでしょ。違う、照れくさい。まあ、そうよ。結構いい内容書いてたよ。うん、書いてた、本当に。覚えてないでしょ。いや、こういう舞台もすごいタイトな中リハもやって大変やったと思うけど、12月30日も頑張ろうみたいな、うん、っていうのを送ってくれたんですよね。そんな感じだっけ。覚えてないんや。いや、違う、僕も結構ケイタに何気そういうメンバーもそうだけど、うん、なかなかね、その真面目なことを言うのが恥ずかしいんでね、うん、リスペクトしてるとか書きましたけどね。まあでも、うん、まあ、今年も仲良くしてください。そしてね、うん、3月にはファンクラブイベントがまたそうありますよ。嬉しい ね、 嬉しいね。今年も開催できてね、うん、また面白いことやりたいなって思うし、うん、福岡も行くしね、ケイタの、そうだね、出身のね、うん、あと仙台もありますから。仙台も、うん、仙台はね、ちょっと会えなかった時間もあったので、うん、その中で僕たちがね、どれだけ成長したかっていうのをみんなに見せれるように頑張んなきゃね。頑張らないとね、うんうん、本当にみんなに会えるのを楽しみにしているし、わなび with you もありますのでね、うんうん、もっともっと、今年もね、どんどんリードを、突っ走っていきますので、今年もどうぞ皆さんよろしくお願いします。以上、ひろきとケイタでした。バイバーイ。バイバーイ。